女子 800m 競走予選は3組行われまして、各組の1着泣きと3着以下記録上2名が決勝に進出できます。それでは出場選手第1組の出場選手を例にご紹介いたします。第2レーン加藤さん、龍慶大柏高校。第4レーン高橋さん、千葉東高校。第5レーン池澤さん、 SITC。第6レーン長峰さん、松林2高校。第7レーン川田さん、龍慶大柏高校。第8レーン園田さん、千葉日大一高。以上6名の出場で女子 800m 競走予選第1組が行われます。オンヤマーク。さあ、800m 競走予選がスタートしておりますが、男子は円盤投げ競技の方が終了しております。その結果を申し上げます。プログラム40ページです。1等が244番山崎の金馬学者、4回目になりました 46m33、 これが優勝記録となりました。2等270番湯沢君、千葉陸橋が 44m22、 3等藤田君、東京大学 43m86、 4等山本君、千葉陸橋 42m28、 5等土井君、東海大北海道 42m15、 6等瀬島君、千葉陸橋 40m50、なお7等は高階君、千葉陸橋 39m65、 8等が井口君、流通経済大 38m88 という結果でした。さあ、800m 競走で1組、まもなく 400m。 先頭は SNS 池澤さん。正面スタンド前にご注目ください。男子走り高跳びの表彰です。プレゼンターは千葉陸上競技協会副会長高津逸郎副会長が行います。今年度第3位池田直樹君スパーク、記録 2m01。 第2位梅原雄太郎君日本大学、記録 2m04。 そして今年度の優勝は恵美勝正君日本大学、記録 2m04 でした。